Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Yusuf Nugroho, masih di channel Way Games. Kita akan melanjutkan petualangan dari Ni No Kuni 2. Langsung saja kita mainkan gamenya, cekidot. Continue ya. Aku mau nerusin karena ini bisa jalan. Belum bisa. Coba gunain manual aja. Tani nyala coba gunain tani. Aku mau coba gunain tani. やるよ。
始めるぞ。準備はいいか。買い物ですか？
また来てください。Langsung mainkan trialnya. Trial of Knowledge.
Guys, langsung ke Wen. Lanjutkan. Thank you.
行け。エヴァン・ドリス・ファン・ニャンダール、汝の知恵と勇気、確かに見せてもらったぞ。あれ、守護神はどこ？おい、ここやここ。え？おい。おい。せや。サンシャイン。ママコロッピーねえおーいうんん
まあ上出来やな。ワイも行くで。契約完了や。Thank you.
買い物ですか？また来てください。その日、エヴァンの試練達成を祝い、空賊たちは夜通し盛大な宴を行った。空賊たちはエヴァンと打ち解け、エヴァンが良き王になるよう誰もが激励した。そしてエヴァン、お前は二の国の王になりたいと言ったな。はい。二の国の王か。お前の行く道、面白いもんが見れそうだ。空賊384、俺たちの命お前にまとめて預けるぜ。ガットーと彼が率いる空賊たちはエヴァンの国の国民として加わることとなった。これが二の国の王になるというエヴァンの長く険しい道の第一歩となるのである。エヴァン、嬉しそうだね。うん、君の言う通り、たくさんの人たちに出会ったんだ。みんな大切な仲間になってくれた。アルトの約束、果たせるかもしれないな。二の国の王になるんだって。すごいね。エヴァン、国を作ることは大変だけど、大きく育てていくことは、もっと大変なんだ。いろんな障害が君の前に立ちはだかるよ。うん、わかってる。それでも僕は進む。進むって決めたんだ。うん、それでこそ王だ。これからいろんな人と出会うだろうけど、その人たちの思いを全部受け止めるんだ。全部受け止めれば、その分君は強くなれる。うん、やってみるよ。お、また偉そうだったかな。でも多分間違ってない。信頼できる人から教えてもらったことだからね。それじゃあまたね、エヴァン。
おい。よし。エヴァンたち神聖王国一派は進路を東へ取った。未だ未開の地も多い美しき大地グレーナス平原、そこは彼らが再出発をする希望の大地となりうるのだろうか。第3章運命を決める町。Yeah.
じっくり見ていきな。ビシッとな。Bisa selanjutnya aja ya itu ya, sedikit semisnya. Akhirnya dulu percumaan kita sekarang. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. See you the next video. Bye-bye.